はい、どうもはい、楽しみご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました。こちらでございます。太麺の丼です。太麺の丼でございます。はい。もういきますよ。もう自分でも分かってます。やりすぎてます。いつも焼きそばばっかが食べてやりすぎてます。そしてこっち。大丈夫かな？多分大丈夫です。豚肉軟骨トロトロに冷凍しておったの。まあ、いただきます。まずさん、冷凍しておったのを昨日の夜食べようと思って出して電子レンジに入れたんですよ。でそのままボケてて置きっぱなしにして、この暑い中丸々24時間置きっぱなしになったやつ、それを電子レンジでチンしました。正直危ないと思います。でも食べても多分分かりません。電子レンジでチンしたから冷めた状態で口に入れたら分かったかもしれないけど、もう分かりません。はい、乾杯。何かあっても分かりません。ああ、おいしい。一か八かです。いただきます。ミスター健康キジモです。ミスター健康ですので、サラダからしっかりサラダからいこうと思います。こちらには本日はクレイジーソルト、あ、クレイジーガーリック、クレイジーガーリックをいきましょう、ね、クレイジーガーリックでいきましょう。今日はまずはっていうか、もう今日はクレイジーな気持ちでね、行きたいんですよ。そういう日もあるじゃない。日によってね、一番好きな食べ物何ですかとか、いろんな質問、いろいろ質問いただきます。やべえ、部屋に味付けしちゃったよ。部屋に味付けしちゃったぞ。おい、それは答えるのが非常に難しいです。その時食べたいもの、それがその時一番好きな食べ物だと思っておりますので、難しいです。いただきます。おいしい。おいしい。これも優秀だな。世の中はでした。世の中は誰のなんて言うたかもさっぱりわかりませんけど、やっぱ音楽ってすごいよな。音楽ってすごい。芸術、表現ってすげえ、マジで。何なんだろうね、人間って面白い動物ですね。何万年も前から。どっか知らんけど。書いたり、作ったりしてさ、たくさんあるじゃないですか、いろんなのが。めっちゃたくさんじゃないですか。こんなのとかあるじゃないですか。こんなのとかあるじゃないですか。こんなのとか、なんか分かんない、しまった。こんなのとか、こんなのとかあるじゃないですか。ねえ、何の話でした？表現の話か。そう、歌とか残るでしょ。歌、絵も残るじゃない。どんぐらい残るかな、お笑いって考えたら。
メガネメガネってどのぐらい残りますかね。もう難しいか、今もメガネメガネわかんないか。ガチョン、これまた失礼いたしました。残んねえよな。小松の親分さん、これでもそしたらまたちょっと違うな、名前入ってきたじゃん。最初はグー、これお笑いとちょっと違うもんな。ダフンだ、これどうなんでしょう。小学生がダフンダしてるかさ知らないよな。中学生も高校生も知らないよな。次行ってみよう。アホじゃありませんよ。パーデンネパー、幸せ。冗談じゃないよ。知らないわな。そう考えると笑いっていうのは弱いのか。残すという意味では笑いによって癒されたり活力を得た人の魂、まあ、じゃあ長くなるやめよう。それやめやめましょう。私ばしごめんなさい、いただきます。あ、食べてたわ、もう食べてました。太麺です。太麺、ゆで麺。あ、いい香り、いい香りですね。太麺、ゆで麺のやつ、中華麺ですね、これはね。いただきます。うんうん、あ、おいしい。うん、あ、おいしいですよ。あ、おいしい、おいしい。食べ応えばしの、まあいいね、うん、このね、このね、美味しいんですよ。うん、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 あ、いいね。うん、さまざま、本当にさまざまやりました。浅草天津焼きそば、ニューコイドオープンするにあたり、うん、ランチョメイト天才、うん、本当にいろいろやりましたよ。中華麺、つけ麺のやつのもやった、細麺もやった。さまざまやった。ちゃんぽん麺もやった。乾麺。乾麺もやりました。保存効くからね。排気さないでしょ、排気さないでしょ。うん、でもやっぱり僕はからひく麺が好きで、辛味パウダードン、いってみましょう。辛味パウダー、うわ、もういいや、もうここまで来たら全部だ。辛味パウダーはドンです。ドンと言います。うわ、しまう、もうこれがあれだったかな、サムネだったな。そうだな、もうそうでしたね、考えてなかったな。わかんないか、わかんないからいいよ。ちょっと食べて。じゃあ辛い麺が好きで、あ、いい香りすんな、いい香りすんな。めっちゃ辛いな、めっちゃ辛いなこれ。うん、
めっちゃ辛いわ。でもいい香りだね、やっぱね、唐辛子でね。うん、あ、辛いけど美味しい。ほら辛っ、辛ヒグメンデが一番。僕は好きだったんですよ。本当に辛い。うん。本当辛いから本当美味しいわ。うん。だから辛い麺でやってるんですけど。でも一応こうやって他の麺のね、お願いします。どうぞ、なし時さん、岡さん、どうぞ、なし他の麺の感じも試さないでダメですよ。ダメってことないけど、はい、どうぞ、なし、はい、優しい優しい、どうぞ、なし、あ、時さん、岡さん、どうぞ。ほんと美味しい。あー、このマヨネーズ、ほんと美味しい。まだ取ってますからね、これ。ほんと美味しいよ。最高。うまっ。もうこんな時間か。やべえな。やべえ。逃げました。25、26、27時。27時です。辛い、辛くて美味しい、これ本当に。うん、うん、卵美味しい。あ、かかってる、かかってる。さらに辛いっていいね。うん、贅沢だぜ。こんな、やめて。あ、そう。うん。あ、から。うん。まあ、お酒飲むときから、うん。夜だけど。飲まないのは。であれば、うん、朝その方がいいよな。それはね、もちろんそうっすね。
そういうもんだよ。出かける前食べないでって言うな、今。夜食べ過ぎなんですよ。どう考えても今全然関係ないことを思い出して考えてました。嘘のツアーマニア、今、まあ、マニアのツアーの二人がご夫婦ね、めっちゃ素敵だよなと思う。今日あれだったんですよ。いつも社長が案内してるんですけど、マニアのツアーね、嘘のツアーの話じゃない。今日は初の奥様案内日だったんですよ。昨日聞いてて、ちょっとバタバタしてたんで詳しくは聞けなかったんですけど、あ、そうか、今日その日かっつって思ってて、ちょっとなんか用事があるのかなと思ったんですけど、今日回ってきたら社長いて、なんていうんですかね、あの寄り添い方というか、お互いにね、あのご夫婦の、なんていうんですかね、あの信頼関係っていうか、めっちゃいいんですよ。あの二人、本当にあの二人、言い方あれだな、あのお二人、あのお二人めっちゃいいんですよね。1回目に行って好き、すごい。めっちゃめちゃいいですよ。マニアなツアー、嘘のツアーのお二人。大丈夫だ。エネルギーというかパワーというか。でもなんかいいんですよ。なんかいいってすごいいいんですよね。明確にどうっていうことじゃなんかいいんですよ。それって僕すごい大事だと思います。で、そのパワーいただいた日なんで大丈夫だと思います。大丈夫と思うんだけど、チンすぎてわからんわ。ちょっとガシガシになってるわ。うん。うん。大丈夫でしょ。わさびも食べれるし、一緒に。おいしい。一緒にわさびも食べるから。まあ、間違いなく大丈夫です。わさびと一緒に食べてやばくなるってことはないですよ。それはない。
かもこのわさびは西洋わさびと本わさび両方入ってんだから両方ね合わさって協力し合ってできてるわさびですからね大丈夫に決まってるんですしかし贅沢だな贅沢だよな本当にああ来たアダンの身をですよ毒抜きしてアダンじゃないかソテツの身毒ですから。あれの実を毒抜きしてね、食べなきゃいけない。そこまでしてやってた時代があったわけですよ。遥か昔じゃないですよ。ほんの数十年前。米がないどころの騒ぎじゃないんだよ。代わりに食べる何かがあるような状態じゃなかったうん、落ちちゃったそういうことだ多分大丈夫白地に赤くですということで太麺の中華麺を使ったゆで麺です辛味バーター非常に良かったですね今日もとても美味しかったですごちそうさまでした頑張っちゃうぞ